はい、じゃあよろしくお願いします。どうもハイチです。なんじゃこりゃって感じがねするかもしれないんですが、以前からリクエストをいただいてたあのですね、勉強キャスっていうツイキャスを使って一緒に勉強しようぜみたいなのを以前やってたんですけど、ちょっと下の子が生まれてからね、なかなかできなくなってしまったんで、その勉強してる動画を上げてくれませんかっていうのを結構いただいてたんですね。で、まあ、それを知らない方にとっては、なんじゃそれって感じもするかもしれないんですけど、今からですね、約30分ぐらいですね、自分が無言で勉強というか、まあ、板書作ったり、作業をしてるので、まあ、手元しかこうやって映らないんですけど、ちゃんといますからね、自分ね。手元しか映らないんですけど、無言で、まあ、黙々とやってる時間をたらたらアップします。30分ぐらい。なので、まあ、それで、ちょっとでもね、勉強がはかどるとか、やる気になるっていう方がね、一人でもいるなら、まあ、アップする価値があるのかなと思って、個人的にはそれでいいのかなっていう感じはしてるんですけど、アップさせてもらうので、もしよかったらお付き合いください。じゃあ今からね、やっていくんですけど、ひとまず、もしね、一緒にやってくれる方がいれば、まず、携帯ですね。まあ、電源切るのが一番いいんですが、バイブとか、音とかの通知を全部オフにして、枕の下にポッと入れといてください。自分ちょっとね、クッションの下にちょっと入れてきますか。ちょっと待って。よいしょ。ここね、布団はないんで。よいしょ、OK。やるとき、勉強するときは、スマホは、いい方には向かないので、基本的には目に入らない位置。で、音も、忘れられるようにね。通知を切ったら目の前に置くっていうのもやめましょう。ね、やるときはね。じゃあ、早速ね、やろうと思います。なんだろう、音声とかを流した方がいいのかもしれないんですけど、ひとまず今回初めてなので、無音でやってきます。お腹鳴ったりしなければいいなって思ってるんですけど、今仕事から帰ってきたばっかなんでね。はい。まあ、ひとまず30分ぐらい。まあ、30分目安かな。本当はね、時間でみんなでは決めてほしくないんですけど、多分今からやる作業が30分ぐらいで終わると思うので、終わったら終わりましたみたいな感じで言いますんで、もしよかったら一緒に頑張っていきましょう。それではよろしくお願いします。
といった感じで、スタートがね、ちょっと時間ちゃんとやってなかったので、もしかしたら30分少しね、足りてないかもしれないんですが、個人的にちょっと自分が今ちょうどキリがいいので、ここまでとさせていただきます。いかがだったでしょうか？撮っててすげえ不安なんですけど、はい。あと変、まあ、お腹鳴ったりしてないはずなんですけどね、大丈夫かと思うんですが、今撮ってるのがね、夜の10時半、11時ぐらいか、今。なので、まあ、10時半スタートぐらいかな。なので、まあ、仕事帰った後だったんでね、なかなか。でも、こう、初めての試みでしたけど、すげえ緊張感を持って一応、頑張ることができましたので、まあ、この動画がね、まあ、どこまでお役に立てるかはわからないですけど、まあ、何かの、まあ、9月からね、やっぱり受験生、特に受験生は、やっぱりいろいろ大変になってくる時期なので、本当に少しでも力になれたら嬉しいです。よし、じゃあ今回もというか、ここまでね、お付き合いいただいて本当にありがとうございました。で、冒頭でもちょっと話をしましたけど、例えばね、今無音で、今回これはね、無音でアップしてますけど、ちょっとなんか BGM というか、オルゴールがあった方がいいなとかっていう声が多ければ、そのバージョンもね、アップしようかなと。基本的には自分は勉強中は無音の方がいいのではないかと思っている人なので、こっちをおすすめしますけど、ただリクエストが多ければね、なんかこう無料で使えるものとかをくっつけてまたアップしようかなと、まあアップしようかなとか、またね別で撮ってもいいかなとは思うんですけど、ちょっと皆さんのリアクションを見つつ、この後こういうのを続けるかどうか考えていこうと思います。続ける必要はないか、まあね、他のもアップするかもしれないので、もしよかったらコメント欄の方とかでね、意見を書いてもらえたらと思います。では本当にね、ここまでお付き合いいただき2回目になってるけどありがとうございました。また本編のというか勉強動画の方でぜひよろしくお願いします。それでは今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。